いいとこ取り始まるよー。はい、いよいよ年もあちらの方に行くのかな。取材で来てるんですけど、ちょっと一言二言言いときでいいですか。お花もいいですよね。喜ぶや、うん、ありがとうございます。なんかすごく先輩もこのお花が似合ってていい。通常ですとやはりお花というのは比較的高額な時期になっているんですけれども、はい、やはり本日はもうお安くお花の方の販売約まあ半額で、かなり大特価での販売と、那須の斎場では生花スタッフがいますので、そのスタッフが全部手作りで。ここお花綺麗ですよね。ありがとうございます、はい、他の、ね、斎場さんに比べるとお花の、生花いいですよね。ありがとうございます。そうですね、バラは特には那須町の花使ってますね。そうですか、うん、地産地消で、すごいですね、わからないですね。この辺でこんなにお花が、私も初めて知りました。生産されているっていうね、びっくりです。ありがとうございます。ありがとうございます。2回も、はい、このフラワーアレンジメントというか、はい、そういったまあ今後の展開というのはどんな感じですか。11月はクリスマスがあって毎年リースを作ってるので、そこはまだ計画中ですけれども実施しようと思って動いてます。リボンで飾り付けしたり、まあ、生花も使います。葬儀屋さんなので暗いイメージあるかと思いますけれども、こういった楽しいイベントもたくさんやってますので、ぜひお越しください。はい、フラワーアレンジメントとか、はい、で今後クリスマスの方でもなんかやろうかななんて企画されてるんですって声あったんです、はいはい、全然葬儀場じゃねえんじゃねえっていう風なイメージもあったんですが、はい、今回 そのイベントの最大 その目的というのは何でしょうか。はい、まあ、葬儀場ではあるんですけども、私たちの企業としての理念の中に地域の皆様に感謝をされる、そのために何ができるのかっていうところが一つある中で、まあ、今回 そのお花もそうなんですけども、地域貢献をさせていただくために、今回のフラワーアレンジメントの売り上げの一部をですね、社会福祉協議会様を中心にチャリティーをさせていただいている。そしてお客様にもお彼岸の供養の花束を、新鮮な地元の花を使っていただける、まあ、本当にお客様にも地域の行政の方にも一緒になって喜んでいただける、まあ、そういった目的を持ってこのようなイベントをさせていただいております。はい、ありがとうございます。